お願いします。今日はですね、久々にちょっと、寒い寒いっす。あのね、足場資材を投げるっていう動画見たことある？ありますね、寺道さんとか。おう、寺道さん一番上まで撮ったわけよ。あの、あそこで、何ヶ月だ今も来て。4ヶ月ぐらいです。もうそのまでは足場の経験は全くない。まあ、ちょろっとぐらいか。ちょろっとバイトで行ったぐらい。バイトで行ったぐらいで、はい、まあ元々その管理みたいなのだったんですね。もう1年2年修行して、会社自分で作りたいと。そうですね。いうために、まあここで修行させてくださいっていう。はい、まあ結構やっぱしっかりしたな。あ、お前は？お前どれぐらいだ？僕は4年やってます。ただちょっと言い訳みたいになるんですけど、うん、僕投げはしたことないんで。あのゼネコンとかで、うん、投げ禁止でずっと手渡ししてました。ああ、そういうことか。あ、言い訳だな。まあ、投げは住宅とかしかできないっていうか。ああ、まあそうね、住宅とかしかできないね。こういう、うん、サブコンみたいなちっちゃい建設会社とか全部、まあ OK だけどね。で、プラスああいうんだよね。あ、これあのこういう、まあいきなりちょっと重たいものだとちょっと偉いもんで、その短い900手すりか、それ600？ 6ですね。6手と、ブラケット450 350か。コブラですね。コブラってやつな。お、じゃあ今日投げてみようかってことね。これやばい。今じゃあ、あいつらはあそこまで投げるんだけど、どうなの？いけるの？いや、一番上は多分実際の現場ではやらないですね。現場ではやらない。でもここだったらいけそう？いけない。あいつら投げとったよ。あれはやばいですね。じゃあちょっと行ってみようか。で、あそこが3層っていうかな、3段目だよな。3段目だよな。で、次が4段目よりちょっと1個高いか。本当は4コマだもんで、6コマあるもんね。だって4層半みたいな感じか。4とこの間ぐらい。4とこの間だよね、ここは。で、じゃああそこ行ってみようか。はい、やれる？どっちを上がってくる？僕、つけてるんで。どっちから行くの？先行後攻は。じゃあ僕が。ああ、先行でいい？はい。いい？はい。大丈夫お前。大丈夫です。よし、じゃあちょっと上上がってくる。いけるか？いや、この高さって結構高いな、こうやって見ると。そうですね。はい、向こうから映っとるとどう？結構高いんじゃん。手伸ばしてお前も高いんじゃん。結構高いかもしれない。真下行くと結構この高さだねな。まあまあ高いだろう。5人分ぐらい。5人はねえだろお前。そんなにちっちゃくねえぞ俺お前。2秒目にしちゃった。よし行ってみようか。えいよ。行きます。あ、危ない。すぐ逃げろよ。上が外す場合があるね。今全然届いてますね。全然余裕だな。6手は6手の方が難しいの。ちゃんと危ないで逃げろよ。おー、逃げろよ。もう2度目、これもう物損だな。現場行ったら完全に川の屋根割れとったな。川の屋根割れとった。おー、でもだって回しでは危ないだろ。やっぱ回らないようには投げれるのだ。やっぱ難しい。うまい人だったんです。スーッと投げるよね。あ、で、もうじゃあこれ、これはもうイチャチテスに。これは僕は現場では投げない。あー、もう2層目ぐらいだったら投げる。2層目でも偉い。2層だったらこうやって投げれる。ああ、縦にね。ちょ、気をつけてよ。絶対あの危ないでね。逃げてよ。あ、これ無理だ。あ、これ一応しゃがみますね。あー、そういうことか。しゃがんです。おー、3層目だもんな、そこな。あ、高い、はい、まあ、3層目だと結構高いよな。こういう風に見るもんで、ね、高く見えんけど、はい、結構高いよな。 OK です。いきます。いく？いいよ。投げます。うん。あ、ちょっとポジショニングが。ポジショニングとかあんのお前。そんなあんの？まあ現場も大事だよな、それな。600点過ぎから挑戦。はい、お願いします。あ、おー、楽勝じゃん。あ、なんかやっぱ全くより上じゃね。こっちだと難しい。どんどんお願いします。はい。おお、まさきよりちょっとうまいかもしれんな。おお、もう負けとるな。問題はこの1、8、手すり。まあ、まじゃない、下からの挑戦、上からの挑戦。あ、僕多分しゃがまなくていけます。しゃがまなくていける。おお、しゃがまない挑戦。はい、そこでお前いけたらお前の勝ちだぞ。緊張してきた。はい、はい、おお、全然余裕。おお、はい、それでは発表。ダルルもしかして俺がみたいかもしれないけど、俺じゃねえだろ。ね、お前うち以外でも投げとったの？いや、投げてないですよ。本当のうちが初めて。はい。あ、マジ？負けとるよ。
ちょっと本当元気なくなっちゃった。ちょっとおとなしいんで、なんかへこんじゃって、思ってショックで、なんかチーヒーで、ちょっとショックです。現場行けるから嘘、立ち直れかもしれない。いや、オカミには勝つぞと思ってた。いや、でも松田さんのがこっちがいいんで、頭が。何お前フォローとか、一人前にフォローとかいらんから、お前それは間違いない。精神とかそれは間違いない。嘘。今日じゃあおまけでちょっとさ、みんなのやつも取っといてよ。ああ、まあ、俺行けたら行くし。はい、はいはい、じゃあ皆さん、今日もまたくだらん動画で、おまけもくだらん動画が流れてると思いますけど、わちゃわちゃと。じゃあ皆さん、チャンネル登録いいね。一般の人からのチャンネル登録もぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。どうぞ。はい、よろしく。どうです。どうです。どうです。寒いっすって。寒いっす。すいません。ちょっと。何すか。何時だと思った。すいません。ちょっと今日もう遅いんですけど、ちょっと数日前に僕と岡部で土場の片付けをした日があったじゃないですか。はい、その時ちょっと社長が急に来て。あ、そうなんですか。はい。で、お前ら投げできるようになったのかっていう。サボっとったんじゃないですか。はい。土場全然進んでねえな。そうですよ。ちょっと。で、まあ一応その時に、俺と岡部で投げ勝負みたいな感じでちょっと動画を撮ったので、まあその職人の先輩方だったら一番上まで社長が楽勝行くだろうっていう話で、あの動画を撮ってくれて、あんま高いでね、無理無理ということで、まあちょっと今日職人のバリバリの先輩方に投げてもらおうということで、僕が上行ってキャッチしますんで、はい、お手本お願いします。じゃあ僕上行きますんで、お願いします。準備 OK です。危ないぞ。ケイさんからミス。行くよって言ってよ。行くよもねし。立っとけ。行け。おいじゃん。もう警戒です。じゃあ皆さんの場合は上に行きますので、これ楽勝だと思うんで。上お願いします。はい。じゃあ上行きます。準備 OK です。かけ。無理だ。絶対無理だ。持って帰るか。一番使用率が高いブラケット、こちらです。そんなことない。そんなことない。そんなことない。とりあえず。はい。こちら無理だ。よし。ああ、すごいじゃん。まだ綺麗じゃない。お前背が高いでずるい。よし。ああ、完璧でーす。ほら、回っとる。もうちょっと喜びました。もうちょっと下がらない。そうだっけ、ずるい。そんな関係ないから。すごいよね。それか、いや、それ関係ない。もう完璧っすね、ショウ君は。もう勢いが違いますね。無理だよ。ジュース君は、ジュース君一番投げれんから。ジュース君もまあまあ濃厚だってことね。軽すぎたってこれ、もっと重たい方がいいやあれはまずね。あー、はい。一回一番ないから。いや、もうだいぶこういったから。一回転してるからもう。取りやすいさだな。無理じゃね。いけいけ。お、綺麗だ。結構届いてない。今タイで行ってますね。タイダメだ。じゃあ手すり行く。最後手すりで見てください。じゃあ、初判対象いきます。あ、楽勝できた。めっちゃ綺麗だ。すごい。めっちゃ綺麗だ。あ、まあ、敵が違うわけ。めっちゃ綺麗だ。お前、なんか嫌だ。せーの。よーし。はい。無理だってちょっとしゃがんでもらっていいですか。いや無理。OK
はい、はい、ということで、またくんどうでした？やっぱり、しょうくんとりゅうじくんやっぱおいおい、俺だけ置いてきもらっちゃう、今回は、ベテランと、まあ、僕らがベテランって言っちゃったけど、まあ、新人の違いをっていうことで、視聴者の皆さんは多分どれぐらい違うかっていうのがだいぶ分かったと思います。どれぐらい違うか、はい、4ヶ月と、まあ、僕らが6年とか7年やった人間が10年選手投げをしてみたら、はい、こんだけ差が違うと。わかっとるね、おたは。はい、というわけで、今この動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。また見てね。また見てね。これ持ってよ。Yeah.